広大に広がるグリーンティーの畑。チェジュにも緑茶がありました。これ全部お茶でしょ。お茶畑です、一面。でも私韓国でね、これだけのねお茶畑があるって、だから緑茶を飲む習慣があるっていうの知らなかった。あ、そうなんですか。結構チェジュ島にはなんかこういう緑茶畑がいっぱいあったりとか、韓国も日本ほどではないけれども緑茶を飲むんですよ。そうなんだ。ちなみにここは韓国で一番広い茶畑です。へえ、じゃああっちこっちにあるわけね。そうですね。ここは韓国では人気ナンバーワンの化粧品メーカーアモーレパシフィックが自社栽培している韓国最大の茶畑です。入ってみましょうか。でも茶畑あんなさ、たくさんあるなんて思わなかった、ね、オーソロックミュージアムは韓国初のお茶専門博物館。カヤ時代から朝鮮時代までに作られた代表的な茶器140点余りが展示されており、お茶の歴史と緑茶ができるまでの過程を一目で見ることができるミュージアムです。これは何だろう。ここはお茶の葉でしょ。これはですね、これは韓国のスタイルの昔のお茶室ですね。そしてお茶をふんだんに使ったスイーツが楽しめます。香りがやっぱり、なんか体にいいって感じ、はい、緑茶って何にいいの。緑茶ってなんかビタミン C なんかも豊富に含まれているし、 あと抗菌作用なんかもありますよね。なんか本当お肌に塗ってもすごくいいんですよ。美白効果もあるし。渡辺めぐみさんが電話をしているのは LG 電子ジャパンの新機種。ドコモのワールド携帯で韓国からでもそのまま電話をすることができます。まだまだ新婚のめぐみさんには必需品ですよね。お茶だけのやつとなんか可愛いね茶器がこうついてるセットがあるわけで、やっぱり日本で買うよりは安いし可愛いのよ。どっちがいいかな。